はい、今回のショートの動画は質問に答えていきたいと思います。はい、じゃ早速答えます。質問はどこにすれば一番採用されるとかありますかという質問なんですけど、ショートで答える質問はショートの動画のコメント欄に書いてくれると採用しやすいです。この今回答える質問も前のねショートの動画に送ってくれた質問から選んで答えています。じゃあ次、なつきちゃんとるいかちゃんとよく喧嘩しますか。はい、仲良しは、まあ、自分でも思うんですけど、まあ、やっぱり喧嘩はします。例えばだけどお風呂の順番だったりお菓子、まあ、取り合いではないけどちょっと言い合ったりしますね。想像できないと思うんですけどぐちぐち言い合ってます。はい、ということで今回は2問答えていきました。次のショートの動画は、まあ、あれにしようかなってところなので楽しみに待っててください。バイバーイ。